みっちゃんだ、まーちゃんだ、みっちゃんまーちゃんのものづくり探検隊。はい、はい、これで今の材料の、はい、あのパーツですね、はい、を今準備できました。何パーツあんの？これね、今回作る表紙でまずこの表紙の生地、はい、があります。はい。で、まあこの中にくるんでくるあの芯ボールっていうかチップボールかですね。1、2。で、真ん中の背表紙。で、3。はい。で、4、5、6、7、8ですね。8パーツ。こっちは全部2枚ずつなんだね。2枚ですね。これは表裏ってこと？そうですね、表裏ですね。なるほどね。この辺は真ん中にある部分なんで。うん。1個ずつですけど、はい、これだけのやっぱりパーツが必要になるんですよ。ねえ、さっき全部ね、これカットしてね。じゃあこれを今度は、こういうやつにくるっとしていくわけ。そうです。でこれ機械を使って、はい、つけます。で今今日ね、休みの日に来たから、はい、本当迷惑なんだけど、わお。まず機械を回します。糊を回すのに準備がありますので、はい、やってください。はい、はい、どうぞ。はい、頑張ります。違うでしょ。わかんないね。わかんない。何にもわかんない。もうあの赤のスイッチを押してください。はい。赤を押します。はい、あ、動いてなんかモーターが。はい。モーター動きました。はい。と今ね、ここからね、お湯を汲み上げてるんですよ。へー。あ、お湯出てる。なんで今お湯を出してるかっていうと、この後海苔を出すんですけど、うん、ローラーをまずね、温めないと、うん、冷えたローラーの上に海苔を出すと、海苔が固まっちゃうんですよ。この真ん中に海苔がある。そうですね、これがね、海苔ですね。ぬかわが入ってますからね。うん、それを周りにお湯温めて、うん、湯煎してるんですよ。湯煎すると、もともとはね、こういう、固まった状態の糊なんですけど、わあ、これカチンカチン、そうそうそう、なんかこんにゃくみたいだね、うん、温めるとこう緩くなる、うん、じゃあこう温度はかなり上がってるのかな。今大体80度ぐらいにしてますね、周りの温まったんで、うん、ローラーがね、うん、今度海苔を出していく、はい、お湯から海苔に切り替えます。はい、このレバーをこちらに向こうに、はい、見ちゃうのね、はい、90度かけてください。レバーオン。今お湯がこう出てるのが今度海苔に切り替わるので、うん、あ、じゃあこれで海苔に、はい、じゃあ海苔を出ろ、はい、海苔出るかな、で出た、うん、あ、出た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 、え、すごいいっぱい出てる、大丈夫？大丈夫、もう気前いいから。溢れたやつは基本的にはこう横に流れて下に落ちてる、またでそっちに戻るんだ、戻るんです、循環してるんですね。あ、なるほどね、うん、これで大体準備ができたので、はい、これから表紙貼り、はい、やっていきます。お願いします。はい、おお、刺繍が入ってるんだ、なんかこんなの欲しいと思っていた、ねえねえねえ、みんなも欲しいの、ねえねえ、みっちゃん、まーちゃん、お願いしよう。チャンネル登録よろしくお願いします。高評価もお願いします。じゃあねー、また見てねー。